こんにちは。ラブリータウンイコマの時間です。この番組は毎月1日と15日に更新してホットな話題をお届けしている生駒市の広報番組です。今回から内容をリニューアルしてお送りします。まず最初はイベントや催しなどをご紹介するトピックスです。3月28日生駒市消防署北分署新庁舎竣工式が執り行われました。老朽化していた北分署と鹿野台分署を統合し庁舎を北大和に移転、大規模災害時にも対応できる北地区の新たな地域災害拠点として資機材備蓄庫や自家発電設備、自家給油所、太陽光発電設備といった設備の充実が図られています。北分署新庁舎は4月8日から運用が開始されています。4月16日エコパーク21で全額市民出資による県内初の市民共同発電所1号機の完成発表会が行われました。エコネット生駒エネルギー環境部会のメンバーが中心となって設立した市民エネルギー生駒の皆さんが太陽光発電など再生可能エネルギーの普及を進めようと出資を募り、エコパーク21の屋根に太陽光発電設備を設置、市民主導の再生エネルギーの普及がさらに広がることが期待されています。まず1号機を、ね、まずしっかりと完成させて稼働させるということが一つが、ね、これ一番重要なことなんです。今は鬼畜の建物にこうつけたんで、新築の、ね、市が計画しているのを最初から組んだ方がコストが安くつくので、そういうようなことも、ね、やっぱ考えていくように、だから2号機3号機やりたいというのが一つの思いです、はい、以上トピックスをお届けしました。続いてはこちらのコーナー。さあ今回から始まりました生駒探検隊、街に繰り出して身近な疑問や気になることを何でも調査していくというコーナーです。はじめまして隊員の近藤彩香です。これね、疑問を解決していくっていうんですけど、実際何したらいいんですかね。これなんか入ってます。見てみますね。ベルテラス生駒を徹底調査せよ。ベルテラス生駒って何ですか。何やろ。あれ、グランドオープンって書いてるやつですか。4月20日オープン。早速行ってみたいと思います。ベルテラス生駒、こっちこっち北側の方を歩いて行ったらいいって聞いたんですけど、あ、これちゃいます。ほら、ベルテラス生駒、ここがベルテラス生駒ですね。駅からめっちゃすぐ着きました。小屋根があるこのね、デッキの上を直通でもうすぐ着くことができるという。1階から見ていきたいと思います。1階に降りてきたんですけれども、1階はあ、スーパーがあるんですね。中も人でにぎわってますよ。結構たくさんいらっしゃいます。スーパーは夜遅くまで営業しているのでお仕事帰りなどにも便利です。何かお目当ての商品などはありましたか。おやつを買いました。 おやつどう、いいのあった。そうですね、百貨店もあるしスーパーもあるし便利だと思いますね。こうできてどうですか、ね、ここの場所ができてすごく便利になっていいんじゃないですかね。
賑やかになって、とても前から楽しみにしてまして、はい、ちょこちょこ寄ろうかなと思ってます。今日はお目当ての商品などありましたか？あ、ドーナツと生駒の特産品のお店をちょっと覗いてきました。あ、どうでしたか？はい、いろいろ揃ってて、ちょこちょこ回らなくて一箇所で済むので、はい、これからも利用したいと思います。さあ、また3階に戻ってきましたね。ここにはたくさんのお店があるんですけども、ちょっと見ていきましょうか。3階のベルグルメはミスタードーナツ、鎌倉パスタなどファーストフードやレストランなどが入居したグルメスペースです。またこのフロアにはヘアサロンもあるので、おしゃれもバッチリですね。これさっき言ってはった生駒の特産品って言ってたお店ですかね。ちょっと行ってみましょうか。先ほどね、下でこのお店のことを伺ってきたんですけども、はい、改めてこのお店はどういったお店なんですか？はい、このお店はですね、生駒のいいところを集めたお店になっております。生駒のいいところということは、生駒市内の事業者さんたくさん出店していただいて販売させていただいております。それにしてもすごいにぎわいですよね。はい、今前の方で直接出店者さんがお客様に商品販売してるんですけども、はい、例えばチーズケーキですとか。チーズケーキ、はい、それってちなみにちょっとだけとか食べさせてもらえたりとかはできないよね？そうですね、お願いします。わかりました。特別にそうします。ちょっと前の方で、はい、いいんですか？はい、はい、せっかくですので、はい、行きましょう、はい、行きましょう、はい、行きましょう。触ってもふわふわしてる、わかります？このふわふわ感、ほらほらほら、できます。溶けた、溶けました、口の中で。あっさりしたね、クリームチーズ使ってますんで、うん、それで卵白でね、もう合わせてね、うん、作ってますんでね、ふわっとして、うん、はい、もうこの溶ける感じを皆さんにもぜひ味わっていただきたいです。木大根、はい、試食どうですか？いいんですか？はい、どうぞ。わ、あんこぎっしり入ってます、粒あんが。めっちゃ美味しいです。ここは4階、クリニックモールって書いてますね。歯医者さんであったり眼科であったり、本当にたくさんのクリニックが入ってます。ここに来るだけでいろんなクリニックが集まってるので、一気に全部済ませることができるんですよね。とても便利ですよね。さあ、5階に到着しました。ここが図書室ということなので、早速中身見ていきましょう。ズバリこの図書室の特徴っていうのはどういったものなんですか？はい、一つ目は読書カフェがあります。読書カフェ、はい、コーヒーや紅茶楽しみながら読書を楽しんでいただけます。二つ目は絵本の部屋がありますので、はい、その外にはちびっこテラスで、奥側には簡単な遊具が置いていますので、絵本を楽しんでちょっと開けたら遊具で遊んで、また絵本を楽しんでいただきたいと思っております。火曜日から金曜日は夜の8時まで空いてるんです。ですので、通勤通学の方もお帰りにゆっくりと本を楽しんでいただけるんですよ。で、土曜日日曜日祝日は5時までですから、気をつけてくださいね。お昼間にゆっくり来てください。こういった研究スペースがあるっていうのも珍しいですよね。あ、そうですね、図書館だとどうしても騒いで気になってしまうので、こういうところがあるとすごくありがたいです。下の息子はあまり本、普通の図書館に行ってもあまり長居ができないんですけど、ここだと遊んだり本を読んだりってできるので、ゆっくりできるなと思いました。いっぱい本があってすごく広くていいなと思いました。
なんかお茶を飲めるコーナーもあって、これから楽しめそうだなと思って楽しみにしてます。この前の図書館よりも本が増えていて嬉しかったです。まさかね、公共の図書館でコーヒー飲みながら本が読めるなんて思ったことなかったので。そうですよね、いいなと思います。なかなかね、ないですよね。なんかいい香りがしてるし、コーヒーのね。そうなんです、この図書室中にコーヒーのいい香りがね、どこにいてもこう ね、 ねするので。本当にどこもたくさんの人で賑わっていました。まあ、勉強もできるし、美味しいものも楽しいのも、まあ、たくさんいろいろあって、家族皆さんで楽しめるスポットだと思います。今後たくさんのイベントもありますので、そちらも楽しみですよね。ぜひ皆さん、ベルテラス生駒に遊びに来てください。ベルテラス生駒を徹底調査せよ、ミッション完了です。生駒探検隊、次回もお楽しみに。続いては生駒市のおすすめのお土産物や一品を紹介する勝手に五つ星です。今回ご紹介するお店は中野畑にあるハッピースイーツハッシュハッシュ。自然のままの新鮮な素材を一つ一つ厳選して作るスイーツには、尾形さんの思いがたくさん詰まっています。尾形さん、ハッシュハッシュの五つ星商品は何ですか？はい、私のお店の五つ星商品は竹姫プリンです。竹姫プリンの最大の特徴は酒粕を使っていることです。お口の中でほんのりとほのかに香る酒粕が最大の特徴となっております。固める際に葛を使っておりますので、お口の中ですごく溶けやすい状態になっておりまして、香りがその分すごく立ち上りやすいプリンになっております。トッピングには生駒さんの高山の方の黒豆を使っておりまして、甘く炊いております。あとは生駒山の名水をイメージしました金玉寒天を乗せております。和と洋の要素を合わせ持っておりますので、老若男女問わず召し上がっていただける商品だと思います。茶筅サブレもおすすめです。こちらにも酒粕を使っておりまして、焼くとほんのりとしたチーズのような味になりまして、とても香ばしい風味でとても人気があります。もう一つ人気のあるお味としまして、割れた黒豆を使いまして作りましたきなこ味もとても香ばしくて人気があります。小さなお子様にも安心して召し上がっていただけるように、添加物などを使わず一つ一つ手作りしております。6月には一部インターの近くに移転オープンいたしますので、どうぞ皆様お待ちしております。お店の名前の通り、食べた人を幸せにする魔法がかかっているスイーツがいっぱいのお店です。今回ご紹介した商品はベルテラス生駒のおちや線でも購入することができますよ。続いて市役所からのお知らせです。生駒市は振り込め詐欺等多発警報を発令しています。うまい儲け話があります。風邪をひいて声が枯れている。携帯電話を落として電話番号が変わった。女性を妊娠させた。示談金が必要など、このような電話は詐欺です。慌てず以前から登録していた電話番号に確認の電話をしましょう。また医療費など還付金の受け取りのために ATM に行って操作してもらうことや、警察官や銀行協会などが直接通帳やキャッシュカードを引き取りに行くことはありません。少しでもおかしいと感じたら迷わず110番、生駒警察署、生駒市役所生活安全課へお問い合わせください。いかがでしたか？番組へのご意見、ご希望がございましたら、生駒市広報広聴課までお願いします。それでは次回をお楽しみに。さようなら。